原発事故により、核燃料が溶け落ちるメルトダウンが起きた福島第一原発。原子炉内部の様子はこれまで分かっていませんでしたが、昨年から今年にかけて、格納容器の内部調査が本格化、溶け落ちた核燃料、デブリの一部が見えてきました。東京電力によるるととと最もメルトダウンがが激しいと見られののは1号機です核燃料のほとんどが 原子炉圧力容器の底を抜けて落ちた可能性が高いとされていますロボットによる調査が昨年3月にあり作業用の足場からカメラを格納容器にたまった水の中に垂らしましたしかし、砂のような堆積物が多くその下にあるかもしれないデブリを撮影することはできませんでした最も調査が進んだのは2号機です昨年1月に まず遠隔カメラが格納容器の中に入り、その後、サソリ型ロボットも入りました。メルトダウンした圧力容器の真下の様子が初めて明らかになり、足場が大きく抜け落ちて、堆積物がこびりつき、至る所に黒い塊が散乱している状況が分かりました。また、今年1月の調査では、燃料集合体の最上部についていたハンドルが 格納容器の底で見つかりました東電は長さ4メートルある燃料集合体が溶けて圧力容器を突き抜けて落ちたと判断しました縦屋カバーが取り付けられた3号機には昨年7月、水中ロボットが投入されました茶色っぽい塊が圧力容器の下にある構造物からつららのように垂れ下がり その下では溶岩のように積み重なっているのが見つかりました東電は一旦溶けて再び固まったような様子からこれらをデブリの可能性があると判断しました国と東電は2021年に1号機から3号機のいずれかでデブリの試験的な取り出しを始めるとの目標を掲げていますしかし一連の調査で 内部の壊れ方が深刻だと分かったほか例えば2号機でデブリの近くより遠くの線量の方が高いといった新たな謎も出てきました廃炉の工程表では30年から40年で終わらせるとありますが未だに本格的な廃炉作業そのものに着手できずにいるのが現状です